まやこと肉チャンネル始まるよ。ママ、I don't wanna die. Sometime we should never be born at all. こんにちは、まやこです。今日はお久しぶりの、私たちがそういう中学生とか高校生とか若者と子供の頃は洋楽マイケル・ジャクソンとかマドンナとかそれこそスーパースターが現役で活躍している時代で、今もマドンナ現役だと思いますけれどもね、歌声がフレディの歌声が綺麗で、ちょっとベーシックっていうかクラシックっていうかなんかなんて言いますか、その頃もデュランとかカルチャークラブとかデッドアライブとかそういうなんかビジュアル系の人たちがこう出てきていた時期で、もうほんと詳しくないんですけれどもね。でそっちの方ばっかり聞いていて、クイーンはまあ大ヒット曲、まあほとんど大ヒット曲なんですが、それしか知らなかった。でやっぱりエイズで亡くなったっていうことで、何ですかね、当時もエイズっていうのが出てきて、でなんかとっても衝撃的でしたよね。まあでもそのですね、まだ見てらっしゃらないアラフィフの方で、私が猫好きなので、そのボヘミアン・ラプソディの楽しみ方、見て楽しむ方法みたいなのも伝えていけたらなと思って動画を出してみました。で猫好きっていうことで、フレディ・マーキュリーが大のね愛病家で、で映画にもねちょこちょこピアノをこちょちょちょって出てきたりするんですけれども、あと日本美意であったりとか、ね、猫が好きな人も見れるし、日本人だったらやっぱり日本が好きであってくれたっていうのがとても嬉しいし、猫好き、フレディのソロのアルバムで猫の曲の一番なんか好きだったらしいデライラっていうその猫ちゃんの曲もあったりとかして、でその猫ちゃんの画像をこう調べてみたら、なんか三毛猫でね、ちょっとなんか日本の玉みたいな感じの三毛猫で、で日本ツアーから帰ってきてから保護した猫ちゃんがミコっていうね、猫ちゃんもサビ猫ちゃんとかもいたりとかして、で映画の中でも、まあ、猫の部屋があったり、その作った猫の曲で猫がね高級な家具に粗相してもなんか許すみたいな曲であったり、やっぱり猫好きのね芸術家の人だったらなんかひいきにしちゃいますよね、猫好きとしてはね。であとは日本美意気のところで、このパンフレットにもあるんですけど、やっぱり一番面白いのはこの日本に来日していた時に東京パトロールの今社長さんになられている伊丹さんのお話、なんか通訳者の方との対談みたいなのが載っているんですけれどもね、買い物好きでなんかちょっとマイケル・ジャクソンっぽい、マイケル・ジャクソンもお買い物好きでしたよね。お買い物ついて行ったりとか、でもなんか
あのちょっとした誤解でフレディを待たせることになってなんかとっても怒ったとかそういうなんかねスーパースターのなんかよあるあるみたいな感じの話とかが載っていてパンフレットも読み応えがありました。ウィキペディア情報なんですけどロバート・デ・ニーロも制作に加わっていてクレジットはないけれども加わっていたとかあとアダム・ランバードランバート彼なんか私もなんかピンとこなかったんですけれども今クイーンとツアーとかねなんかされてるみたいですね。フレディの代わりにのあのボーカルとしてアダム・ランバートってあのこういう人はそういえばなんか数年前なんか人気出てたなとか思ってその人もあアダムさんもあの映画に仮面を出演その辺もちょっと、まあ、ネタバレというか探すのも楽しみですよね。そういう映画の見てるまだ見てない方はアダムさんがどこに出ているかとかね、映画自体はもうクイーンのコンサートにライブに行ってる感覚で何の予備知識もいらないですしそういった感覚でフラッと行かれてでアラフィフの人で当時、ね、若い青春時代のちょっと耳に挟んだ曲がいろいろ聴けるし、まあもうそういう人そういうのはみんないろんな方が語られてるとは思うんですけれどもいろんな代表曲のどうやってできたかとかちょっとしたね喧嘩のいざこざの時に仲裁するみたいにベースの人がこうねベースをこう叩いてで出てきた曲とかあって面白かったですね。うん、そうでもそのアナザーオンバイツザダストその曲なんですけどもねそのベースの人がそれってなんかスリラーに似てるなってこの前ちょっと思ってでんでんでんっていうスリラーのあの曲となんかちょっと似てるかなとか思ったんですけどね同時期なんですかねあれが。あとはそうですねそのフレディ・マーキュリーのデライラっていうニャンコの曲を作ってたとかいうねいろんな話の時にふと思い出したのが中渕剛さんもなんか僕の猫っていう曲作ってますよね。なんかそれも思い出したりとかしてでなんか長渕剛さんも結構今はそんなイメージないかもしれないですけど昔は純子とかねフォークの色が濃かった頃なんか歯がこうね出てらなんかちょっとさんまちゃんとか堺正章さんとか系列のお顔立ちねだったんですよね同じ村の住民というかねだからなんかフレディとつながるなみたいな感じがしないでもないですけれどもね怒られますけれどもね大ファンの方々いっぱいいらっしゃいますかでもその歌もなんかにゃーごにゃーごにゃーごーとか言ってなんかとっても可愛らしい長渕剛さんのなんか今のイメージのねあれとは違うんですけれどもねそういったのがあります。でもネタバレってやっぱネタバレることもないですよね。皆さんもご存知な実話なんでね。うまくなかなか話が伝えられてないんですけれども、でも、もう上映、多分またアカデミー賞でまた注目されたら、こう思い出したらタイタニックが公開された時になんかその時もタイタニックがいいでも大ヒットしていてもう興行
声収入とかもなんかすごいっていう時にやっぱり 見たくなかったんですよね。なんかレオ様も好きだったし、ケイト・ウィンスレットも乙女の祈りとかですごい注目の女優さんで良かった、好きだったんですけれども、なんかみんながわーわー言ってて、なんとなく天の弱が働いて見なかったんですけど、アカデミー賞を受賞してからやっぱり見とかないとと思って見に行って、でボヘミアン・ラプソディもアカデミー賞が終わったらまた見る人も多くなるかと思って取り急ぎ感想を言ってみました。でもいいよいいよって言われて見るよりかは本当に私のおすすめの見方としてはクイーンのライブに格安で行けると思って行ってね、音もやっぱり映画館だといいですし、テレビで見るともったいないですよね。映画館で見てもらって、で音楽クイーンとかもあんまりそんな知らないなっていう人も猫が出てきますし、でやっぱりスターの孤独みたいな、スーパースターの孤独みたいなのも描かれていて、裏切りとかね、お金とか裏切り、そういうのは仕方がないことでしょうけれどもね。フレディがもう最後ねえ、まあ言わないようにしますね。でも本当日本びいき、日本が好きだったフレディのなんか最初こうね、クイーン人気に火がついたのが日本のね女性ファンがいっぱいバーってついたっていうのも、イギリスではね人種差別っていうか階級社会でもあるし、最初のシーンとかで、パキスタンじゃないんですけれども、そういう差別的なことを言われて、ヒースロー空港でフレディが働いていて、でも彼本人はインド系なんですけどね、インドとか分かんないじゃないですか、インドっぽい顔してるなっていうのは分かるけど、日本人って外国人はもう外国人みたいな感じで、そんな差別があるのかな、私はなんか分かんなかった、クイーンは白人と思ってました全員。だからそういう差別っていうか偏見がなくて、みんなねキャーってなって、そういう偏見とかもなくて日本では人気に火がついたんじゃないかなって思うし、でもう彼らの音楽も素晴らしいですしね。だからクイーンの人たちも日本にしょっちゅうしょっちゅう来てくれてたと思います。ぜひ皆さんもまだねご覧になられてない方は映画館でぜひご覧になってみてはいかがでしょうかよろしくお願いします。それではよかったと思ったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もお待ちしてます。それではさようなら。